おさらいだ。魔人族っていうのは大きく分けるとこんな種類がいるんだぜ。なんかカラフルなやつばっかりで羨ましいぜ。ユンキュレイ。次回7つの大罪、神々の逆鱗、聖戦の記憶。トン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 。魔人族を語る上で忘れちゃいけねえのが巨獣アルビオンだ。古の対戦で魔人族に作られた巨大兵器、闘技はなんと5500。聖騎士が束になってもかなわねえ化け物だ。まあ俺様にかかれば1コロだけどな。次回7つの大罪、神々の逆鱗、光あれ。タンタカタンタカタンタカタン。お前って死んだんじゃねえの？単刀直入に聞くね、チミは。もしウニョレイか、アーレクイーンの兜に魂って形で宿ってるのさ。俺っちの姿が見えるのはアーレクイーン、あとは一部の妖精族くらいかに。ってことは俺は妖精族だったのか。次回7つの大罪、神々の逆鱗、実戒 VS 四大天使。ただの豚だろ。トン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 。ネロバスタって前にデンゼルの体を乗っ取った女神族だよな。ええ、どうせ蘇るなら枯れたおじさんより素敵な殿方の体の方が良かったわ。例えるならバラの香り、女神族を束ねるにふさわしい。そう、エドシエル様のような。次回7つの大罪、神々の逆鱗、感情メールシュトローム。エドシエル様に乾杯。タンタカタンタカタンタカタン。インギュラについて実戒のドロールに聞いてみるぜ。はーい。インギュラっていうのは等級5万以上の上位魔人が自分の6つの心臓を犠牲にすることで変身できる伝説の獣なんだよ。すごいよね。なんかお前ディアンヌっぽくねえか。そんなことないよ。次回7つの大罪、神々の逆鱗、それを僕らは愛と呼ぶ。好きな食い物は豚の丸焼き。タンタカタンタカタンタカタン。聖戦とは3000年前にブリタニアで勃発した人間、妖精、巨人、女神族の4種族と魔人族が戦った世界規模の大戦のことだ。ブリタニアの古い歌にも歌われてるやつだよな。けどそんなでっけえ戦争どうやって終わったんだよ。それは俺を作ったどうする。次回7つの大罪、神々の逆鱗、いざ大罪集結へ。聞かなかったことにしておこう。トン小さくなれるのはマーリンが作ってくれたこのマジックアイテム、ミニマムタブレットのおかげ。効果があるのは7時間だけどね。へえ、30フィートあった身長がこんだけ小さく。29フィート30フィートもないわ。次回7つの大罪、神々の逆鱗、人形は愛を乞う。乙女の身長は正確に。タンタカタンタカタンタカタン。なあじゃってベロニカとそっくりで驚いたぜ。それもそのはず、ナージャは私の姉、ベロニカにとってはおばに当たるのだ。なるほどな。さてここで問題。この写真はナージャ？ベロニカ？ナージャ！ぷぷー！すまん。次回7つの大罪、神々の逆鱗、呪われし恋人たち。トントコトントコトントコトン。オルロンディって今はマーリンの使いっ走りの目ん玉お化けだけど、元は吸血鬼だったらしいな。いきなり失礼な豚だね。僕は混沌の母より生まれし高貴なる吸血鬼王族なんだぞ。今はマーリンのやつにこき使われてるけど、いずれは。マーリン。次回7つの大罪、神々の逆鱗、それが僕らの生きる道。マーリン様、何なりとこき使ってください。タンタカタンタカタンタカタン。これって中心のかけらはメリオダスが持ってたハオレの剣だよな。だな。常闇の棺ってのは魔人族を封印したレリーフのことだ。封印を解くために魔人族は常闇の棺を手に入れようと必死だった。鍋の蓋にも使えそうだしな。使うな。次回7つの大罪、神々の逆鱗、怨念たちは眠らない。タンタカタンタカタンタカタン。インベージョンとは相手の精神に侵入し幻を見せたり記憶を読んだり偽の記憶を植え付けることのできる魔力だ。
例えばこんな風に。モリモリ存分食うぞ。次回7つの大罪神々の逆鱗、愛は乙女の力。トントコトントコトントコトン。パーフェクトキューブとは全ての力を跳ね返す結界だ。ま、実際に見た方が早いだろう。この通り、雨が降ろうが雷が落ちようが槍が降ろうが無傷だ。おお。ではさらばだホーク殿、次回7つの大罪神々の逆鱗、最強 VS 最強。ちょマーリン、どうやって出るんだよこれ。トントコトントコトントコトン。なあアーサー、ナナシって何者なんだ。ナナシ殿はバイゼル大喧嘩祭りで出会った私の師匠です。あまり多くは語ってくれませんが、加えた葉っぱの向きで機嫌がわかるんですよ。あ、今日はご機嫌みたいです。うそ。次回7つの大罪神々の逆鱗、新たなる脅威。タンタカタンタカタンタカタンよ、万物の頂点に立つ男エスカノール。当たり前のこと。はっはっは。そんなエスカノールにも弱点はある。それが夜だ。おお、すみませんすみません、生まれてきてすみません。こうなっちまうと何もできないただのひょろがりのおっさんだな。次回7つの大罪神々の逆鱗、団長へ。おポエムできます。タンタカタンタカタンタカタン。俺様は魔力を持った生き物を食うとそいつの能力や特性が身につくんだぜ。マーリンが作ったこのモンスターブロック、これさえあればいつでも変身可能。まさに豚に金棒だぜ。トランスポーク。変身したら味も変わんのか試してみようぜ。次回7つの大罪神々の逆鱗、7つの大罪集結。タンタカタンタカタンタカタン。皇女オルドーラはグロキシニア様とドロール様が作った巨大な塔、鉱物のような頑強さと植物のような柔軟性を兼ね備えているんだ。こんな風に伸びたり縮んだり、不思議だよね。まるで俺の腹みてえだな。気持ち悪い。腹壊したんだよ。次回7つの大罪神々の逆鱗、僕たちの選択。あーぼち。タンタカタンタカタンタカタン。でし、実界に仕えてる魔人族のペロニアでし、こう見えて危ない魔力も使えちゃうできる子なんですよ。それよりもなんでお前語尾にデシデシつけんだよ。そんなことないデシ、言ってないデシ。ほら言ってるじゃねえかデシ。あれ、次回7つの大罪神々の逆鱗、聖者の腰。映っちまったデシ。トントコトントコトントコトン。このリングの呪いはビビアンがギルサンダーに魔力を行使する、もしくはギルサンダーがレマーダとつぶやくと発動、その身を貫くような苦痛とあざを与える。発動のたびあざは広がり、やがては死をもたらす。死から愚かな弟子への仕置きだ。羨ましい。私もマーリンさんにお仕置きされたい。次回7つの大罪神々の逆鱗、聖戦協定。トントコトントコトントコトン。お前らバイゼルの大喧嘩祭りで会ったアーバスとソラシドだよな。ノンノン、中身は別物なのよ。私は四大天使のタルミエル。同じくサリエル。この器結構気に入ってるんだけど、豚ってのも悪くないかも。次回7つの大罪神々の逆鱗、希望の子。くっかいな。トントコトントコトントコトン。ニャスーニャスーニャスー。ニャス。キャスはドルイドの試練の時に出会って以来ずっと一緒にいる私の友人です。アーサー、僕お腹すいた。ペロ。しかし喋る猫なんて珍しいよな。お前が言うな。か、次回7つの大罪神々の逆鱗、聖戦の幕開け。喋らねえ豚はただの豚だろ。トントコトントコトントコトン。俺の魔力レゾナントは相手の精神に入り込み行動を支配できる。本当かよ。見せてやろう。ふん。ほれ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 。次回7つの大罪
神々の逆鱗、戦火のブリタニア。ほーれほれのほーれほれ。トントコトントコトントコトン。今日は私の大切な友人を紹介しましょう。この子はインビジブル。私が子供の頃から一緒にいる妖精さんです。ほーら、美人も自分でご挨拶してごらん。え、恥ずかしい。まあ言ったな、君は本当に恥ずかしがり屋さんなんだから。あいつ壁に向かって喋ってる。友達いねえんだろうな。次回、七つの大罪神々の逆鱗、闇に歪む者。ガオー、最後を飾るのにふさわしいお題だぜ。ご存知、豚の帽子店の看板豚。残飯に生き、残飯に死ぬ、残飯処理騎士団団長。好きなものは残飯、嫌いなものはねえが、強いて言うならこんな残飯はご遠慮だ。必殺技はローリングアタック。俺様にかかれよ魔人族だろ。長くなりそうなのでこの辺で。次回、七つの大罪神々の逆鱗、暴走する愛。